ここって校庭広いね。購買のパンうまいらしいよ。部活どうしようか悩むね。無視されてね。何？え？教科書忘れた。なんで急に慣れ慣れしくなったんだろう。おはよう、阿波連さん。昨日のは気まぐれだったってことか。私、距離の加減ができない。阿波連さんを騙すのはやめてください！意図哀れが過ぎるわ。話しかけてくれたのが嬉しかったから。やっぱり。測れないな。いろんな意味で。阿波連さんは測れない。